日吉の家宿の者なら先生の所在を知っているはず。さあうちの道具を見ていってください。何か入り用で礼を言う。我らの恩人です。侍様、どうかご武運を。お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。
酒井様、志村様はご健勝で？今は猛虎に捕らわれておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。侍？まさか。志村様は殺されない。どうしてわかる？かけがえのないお方だから、駆け引きに使うことができる。志村様の手番だ。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。
幾日も寝ておらぬようだ。一時だけでも休めればな。なんという変わりよ。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。御養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。奴らのことをずっと探してんだが。役立つものばかりです。目が効きますね。またお越しください。